評価しないんじゃなかったの。笑いたければ笑え。スネークが生きようが死のうが俺は俺の目的を果たすだけだ。フォックスダイはどうするの？もう時間がない。フォックスダイのことは任せろ。スネークはダペリングでこちらに向かって降下中よ。そうか、俺は地下に行ってメタルギアの最終準備にかかる。奴のことは任せていいな。 愚問だったな。俺としたことが。奴をやったら下で合流しろ。狩りの仕上げね。スネーク、キャンベルだ。何が起こったんだ。うるさい。ハエにたかられて追い払うのに少し手間取っていた。通信塔の根元に雪原が見える。メリン、ここから先は。目標は外れていないわ。スネーク、その雪原の端に メタルギアの地下整備基地への入り口がある。随分静かだな。差し迫った危険はなさそうだが。しまっ！スネーク、聞こえる？オタコン、今まずい。いつならいいって？スネーク、スナイパーウルフが近くにいるよ。君を待ち伏せしてる。知ってる。 情報がフリーゾ。今まさに撃たれてるところだ。すぐに行くよ。やめさせないと。よせオタコン、雪原に入ってくるな。絶対にだ。またおとりに使われちゃたまらん。いい腕だ。おいで。 スネーク、ウルフ博士、伏せろ。二人揃ってやられたいのか。オタコ、なんてこと。巻き添えになるあのバカ。なぜこんなところに出てきたの。彼は、彼はおとりに使える。スネークをおびき出すいい餌になる。あのバカ女と同じ。これで手間が省けるじゃない。 正確に足を打ち抜けばゆっくりと血を流しながら必死に命乞いをして結局死ぬ。できない。ハル、おい男、おとなしくしてろ。ぬるいことを何をためらっている。 なぜ撃った？父よ！オタコン、落ち着け。僕は彼女を愛していたんだ。選択の余地はなかった。オタコン、すまない。誰のせいでもない。ハル、ウルフ、スネーク、彼女を助けてくれ。
しめしょうよ。でも苦しまないように言ってくれた。もう助からない。僕のせいだ、本当にごめんね。それは違う。あんたは思いやりを見せてくれた。こんな私に優しい眼差しを。私の心は火でついていた。来る日も来る日も殺しのことしか見えず、本当に大事なものを見失っていた。私の唯一の光、ある。言ってしまった。チクショー、どうなってる。パルコードを回避する方法はないのか。少しは役に立ってみないか、オセロットよ。逃げることしか能がないのか。私を侮辱するのは構いませんが、八つ当たりしたところでメタルギアから核を発射できるわけではありませんよ。緊急解除用の鍵を使うしかないな。どうやって。一つはスネークが持っていますが、残り二つは行方不明。しかも鍵の使い方はベイカーしか知らないというのに。なんだレイブン、今忙しいのだが。ウルフが死んだ。奴がメタルギアにたどり着くのは時間の問題だ。まったく次から次へと。メタルギアレックスは発射不能。忌まわしいフォックス大の脅威にさらされ、その上双子の弟は暴れ放題。あとは、これだけか。ソリッドスネークの悪運はここで尽きる。俺がスネークと戦い、奴を叩き伏せる。俺の宿命だ。また始まった。臆病者はここでおとなしくしていろ。貴様黙れ、オセロット。これ以上の失敗は許されんぞ、レイブン。失敗しない。レイブン、あいにくお前の宿命ではない。奴を倒す宿命を背負うは俺だ。スネークはパルコードが俺たちの手にあると思ってるのか。そのはずです。そうか。ではそれが最後の手札になる。俺はメタルギアの在りかに向かう。ここからは自分の身は自分で守れ。分かったよスネーク、心配しないで。ベイカーのファイルをハッキングして緊急解除用の鍵に関する情報を入手してくれ。できるだけ急ぐんだ。分かった、連絡するよ。おい、オタコン。その、すまなかった。分かってるよ、グッドラック。よく来たな、待ちわびていたぞ。歓迎するぞ。ついにこの時が来た。 M1 戦車に乗っていた男か。その巨体でよく我慢できたな。あれは戦いとは呼ばない。お前がいかなるものか。カラスたちと傍観していたのだ。